バチコイ心理学。自分は普通と思いがち。今日はホールコンセンサス効果について紹介します。これはですね、自分って普通だよ、自分の考えってみんなも思ってるよねというふうに考えやすいという考え方のバイアスのことです。つまり自分ってピーマン大嫌いだからみんなも嫌いだよねとかですね、僕は辛いの好きだからみんなも好きだよねっていうふうに思いやすいってことです。これですね、自分が考えてることは大多数の意見だから他の人もそうだよっていうふうに考えやすい。つまり結構自分って普通だと思ってるけどよく見たら違うねっていうのが分かる、まあ、そういうことですね。いろんな人がいるってことを念頭に考えて人と接した方がいいよねという話でした。それでは皆さんまた次回、せーの、バチコイ。自分の意見は多数派。はい、サンドイッチマン実験について紹介します。これどういう実験かと言いますと、社会心理学の実験で学生にですね、これプラカードを持たせてですね、ジョーの店でサンドイッチを食べようっていうやつと、悔い改めようみたいな、そういう書いてあって、この意見に皆さんどう思いますかっていう、反対賛成っていうのを答えさせてるんですね。で、反対って言った人は、じゃあ反対の人はどれぐらいいますか、賛成って言ってたら賛成の人どれぐらいいますかっていうふうに人数を予測してもらう。そうすると自分と同じ意見が6割以上いるだろうっていうふうに、どっちも回答したっていうことですね。つまり自分の考えっていうことは大多数の人が持ってるよ、俺普通だよねっていうふうな考えを持ちやすい、そういうことでした。そういうわけでこれ実験で証明されたので、やっぱり人間って自分は普通だと思いたいんだなっていうことです。自分の意見が少数派だったとしても俺普通って思っちゃいやすいみたいですから気をつけましょうということでした。それでは皆さんまた次回、せーの、バチコイ。成功するには協力だ。囚人のジレンマについて今日は紹介します。これどういうものかというと、実験があるんですね。2人の犯罪者が捕まった、この人たちは別々の独房に入れられて、相手がやったってゲロったらお前を軽くしてやるっていうふうに申し込んでるんですね、 A と B の両方に。でこの時に4通り可能性があるんですね。 A の人が喋った喋らない、 B の人が喋った喋らないってことです。で最悪なのが両方ともゲロっちゃって裏切ると、2人ともすごい大変な目に遭う。でどっちかが喋ってどっちか喋らなかったら、喋んなかった人は喋んなかったり向こうがゲロったから俺すごいことになっちゃうっていうなるわけです。でそうすると一番いいのはどうするか、そう、両方とも黙秘するということです。そうすると罰が最小限になるという、こういうゲームなんですね。だから考えてみてください。これですね、俺が黙ってても向こうが裏切ったら俺だけ辛い目に遭うっていうふうになって疑心暗鬼になりますよね。こういう状況を囚人のジレンマと言います。つまりこの場合一番やばいのが両方ともゲロっちゃうことなので、相手を裏切らずにちょっとの辛抱をするっていうのを二人がやれば一番助かる。でこれシミュレーション上ですね、そういう風にやってった方が生存率が高くなるということがあるので、自分のちょっとした不利益を少しも我慢できるんだったら我慢して一緒に協力していく方がもしかしたらいいんじゃないかなということがわかります。それでは皆さんまた次回、せーの、バチコイ。笑顔は世界共通。今日は表情認知について紹介します。これですね、エクマンという研究者たちの研究が有名なんですけれど、いろんな国の人に怒った気持ち、悲しい気持ち、嬉しい気持ちとかのですね、表情を出してもらうんですね。で、それを同じ文化圏と違う文化圏の人に見せて、この人はどういう感情ですかっていうふうに当ててもらう。そういう実験があります。そうすると、どの、全然会ったことない違う文化圏でも、大体、この顔はこういう気持ちっていうのが分かったようです。つまり、怒ってる顔、悲しい顔、笑顔というのは世界共通ということです。ということはやっぱり笑顔が多い方がどこの国にいてもモテるんじゃないかなと思います。それでは皆さんまた次回、せーの、バチコイ。はい、今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。